はい、こんにちは。マーチャンネル前原です。ごめん。ちょっと何やってんのパパ。ごめん。出ちゃった。なんねーん。パパンコプープーパパンコプープー。くっさー、この野郎。うわー。はい、こんにちは。マーチャンネル前原です。ということでですね、ごめんなさいね、最初に汚い寸劇をご覧いただきましたけども、今日はこちらですね、うん、スティッキープーです。はい、ということでこちらですね、この前あのでっかい芋虫グミ食べたでしょ、うん、あれと同じところバット19.com から買ったものですね。はい、はい、うんちの絵文字あるでしょ、うん、スクイーズみたいになってるやつですね、うん、なるほど。窓とか壁にぺったりくっつくやつですね、うん、はい、じゃあ開けていきましょう。はい、でね、あら、お、あらら、と取り出して取り出してください。おぉ、なに、すごい柔らかいんじゃない。おぉ、ふにゅ、あすごい柔らかい。いきます。うん、うわすごい。どんなスクイーズみたい。やっぱり、うん、ほんと柔らかい。あ、すごい柔らかいな。うわ伸びる。うん、こんな感じなのね。うん、すっごい柔らかいじゃん。ちょっと気になってるのが匂いなんですけども、うん、あスクイーズっぽい匂いだね、うん、やっぱり石油っぽい匂いっていうの、うん、なんだろうね。でこれで、ね、何をやるかっていうと、最初の寸劇でもご覧いただいた通りですね、ナーフの的あるじゃない、うん、あれにこう3回当てます。で、高得点のが勝ちってことでしょうか、うん、で負けた方はこのサワーフラッシュっていうね、うん、あのトイレの形したキャンディー舐めましょう、うん、これつながりね。そう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 、ちょっとおトイレつながりということでね、うん、多分これ酸っぱいと思うんでね。じゃあじゃんけんしていきましょう。最初はグー、じゃんけんぽい。あいこしょ、あいこしょ。あー負けた。じゃあエイシン君からお願いしますね。はい、3回連続にする。うん、オッケー。じゃあお願いします。ティッ、おっ、100点。よし、100点。よし、100点。2回目。ティッ、おっ、30点か。30だね。さあ3回目最後。ティッ、30点。うん、ということでエイシン君は150点かな。イエーイ。はい、パパ目つぶるとかハンデあった方がいい。じゃあパパ目つぶってお願いします。じゃあ分かったね、うん、じゃあパパこうやって目つぶって投げるよ。投げる瞬間だけ目つぶるね。投げる直前に目つぶるね。いきます、せーの、ほい。おぉ、50点、50点、50、よし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 、ほい。あー30、30いくよ、ほい。あー20点、パパ100点だ。ということでエイシン君の勝ちか。イエーイ。じゃあこれはパパが食べるんだね。うん、おいで、ちょ、ひどい、ひどい。中にこの粉が入ってるね、うん、これにつけて食べるんだ、うん、で、トイレの横にこういうキャンディーがね、うん、ついてました。これあの、ペッタンみたいなやつね、うん、じゃあいただきますね。まずこれ舐めてからこれつけるんだろうね、うん、はい、うん、でこれは普通に美味しい、うん、じゃあつけていただいてみますね。たっぷりつけてみるね。はい、おいしい。全然酸っぱいやつはなかった。おいしい。罰ゲームじゃなかったこれ。ちょっとウンチョス投げないで、ウンチョス投げない、ウンチョス投げない。はい、ということで今回はスティッキープーでした。はい、ということで今日の動画が面白かったなとか気に入ったなと思った方はぜひいいねボタン、高評価、グッドライクお願いします、はい、そして今回のおすすめ動画この辺りに出てますのでぜひチェックしてみてください。それとチャンネル登録はこの辺りからよろしくね。ということで今回は大変汚い動画で申し訳ございませんでした。申し訳ございませんでした。ということで今回は以上でございます。投げんのやめて、バイバーイ。ちなみにおならはですね、以前紹介しましたこのガスアウトでした。汚くてごめんなさい。